皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画はエレキギターの教科書ということで、チューリングを皆様と一緒に習得練習をしていこうかなと思います。まあぶっちゃけチューニングってちょっとめんどくさいですよね。なんか行き過ぎたとか合わないとか時間かかるとかでなんかイライラしてさ、なんかもう早く練習したのにわーみたいな感じの気持ちになってしまう気持ちもすごくわかるんですけれども、実はギターっていうのはですね、すごいピッチが甘い楽器なんですよ。なので1日の最初にギターを弾き始めるときには必ずチューニングをしてから練習してほしいですし、1時間2時間とかねずっと練習していると絶対ねどっかしらがね狂ってくるんです。なのですごいめんどくさい気持ちもわかるんですけども、この動画でチューニングのコツ、押さえるべきポイントをしっかり踏まえてですね、チューニング名人になっていただいて、練習名人になっていただけたらすごく嬉しいなと思います。早速ですけれども皆様、ご自身のギターを構えていただいて、まあねお使いのチューナー用意していただいて一緒に練習をしていきましょう。とりあえずチューナーに関してなんですけれども、スマートフォンとかこうタブレットとかではね、チューナーとかそのギターアプリとかでね、その無料のものたくさんありますけれども、個人的にはこういうねクリップタイプのもの、これが一つあるとすごく便利だと思うので、もしよければですね、そのスマートフォンとかじゃなくて、こういうね、クリップタイプのもの、用意してみてくださいませ。僕のおすすめとしては、このね、ユニチューンっていうチューナーか、これちょっと3000、4000円ぐらいしちゃうんですけども、これか、もしくは PC2 っていう、そちらをですね、すごくおすすめしております。PC2 は1000円ちょっとで買えるから。でもそれでも全然十分。PC2 か、このユニチューン、どっちかがすごくおすすめです。もしよければですね、概要欄の方に Amazon リンク貼っておきますので、チェキラしていただけたら幸いでございます。でもまあ今のところ、スマートフォンしかないよという方はそちらでも全然 OK でーす。では早速ですね、ちょっと僕の場合は皆さんに見やすいようにちょっとタブレットでやっていくんですけど、お前話が違うじゃねえかと思うかもしれませんが、まあ見やすくタブレットでやっていきます。とりあえずチューニングはですね、2ステップあります。ステップ1とステップ2があります。これはもうぜひ覚えておいてくださいませ。ステップ1はまずアルファベットを合わせるという動作。で、ステップ2で針を真ん中に合わせるという動作をしていきます。僕のチューナーも皆様のチューナーも基本的にはその2ステップ必要です。ちょっとやってみますね。見てみてくださいませ。まず音をボーンと鳴らして、チューナーに音を聞かせると、アルファベットを表示します。こんな感じで。で、6弦、一番太い弦。これは E、アルファベットの A、B、C、D、E に合わせるのが正しいチューニングなので、まずステップ1としては E を表示することが、大切です。とりあえず僕は今チューニング合ってるんで、E が出ております。けれども、もし皆様がチューナーをセッティングして、ボーンと鳴らした時に E が出なかった場合、例えばですけども、こんな感じで D になっちゃったとか、A になっちゃったとか、いうとき。どうしたらいいかというと、アルファベット順を思い出してください。先ほど A、B、C、D、E って言いましたけども、音っていうのは基本的にこのアルファベット順になってるんですよ。なので、ボーンと鳴らしたときに、D と出てしまったら低いっていうことなので、音を上げてあげて E にしてください。逆に、上に行きすぎちゃって、これが F。とか出てしまったら、行き過ぎているので、まず下げて E に仕上げてください。今、F が出ているので、これは下げて、まず、アルファベットを E にする。これがステップ1です。で、お使いのチューナーにもよるんですけれども、E とか D とかのその合間に、このね、これ、シャープっていう意味なんですけども、シャープとかフラットっていう記号がつくときがあるんですよね。これがちょっと厄介なんですけども、シャープはプラスアルファ。フラットはマイナスアルファと思ってくださいませ。下から数えていくとすると、まず A があります。で、その次は、なんかこうね、ダーツのレベルみたいな感じで、なんかね、A プラスみたいなのがあるんですよ。なんか、A プラスアルファみたいな。で、A プラスアルファがあって、その上に B がある。で、B プラスアルファは C なんだけども、その次の C の一つ上にプラス C プラスアルファがあって、D があって、みたいな感じで。で、A プラスアルファと B マイナスアルファ。は同じ音程なんですけれども、これ、シャープって出るのか、フラットって出るのかはチューナーによります。僕が今使っているこのチューナーは、フラット表記がないので、まあ、必ず、シャープで出ます。これ今 D シャープで出てるんですよ。D と E の合間の D シャープっていうところなんで、E よりも低いです。なのでこれを上げてあげると、といくと、途中で E になります。こんな感じでお使いのチューナーの表情をよく見て、
フラットとかシャープとかを使わずにナチュラルという言い方をするんですけども、ナチュラル E を目指してくださいませ。E フラットとかね、結構出るチューナーあると思うんで気をつけてください。そんな感じでございます。これがステップ1。まずアルファベット合わせる。いや、ここまでも結構大変ですね。よければ一緒に一番太い6弦をチューニングしながら、やっていきましょう。で、このステップ1をですね、この E、アルファベット合わせられたら、その次にステップ2として、この針ですね。この針を真ん中にちょうど合わせていくという動作をします。この真ん中の緑色の、針ですね。これがつけば、このチューナーの場合はぴったり E に合ってるよという意味なので、上げていきます。ちょっと見ててください。近づきます、近づきます。これ。もうちょっと上かな。これが6弦のチューニングが合っている状態です。ステップ1はアルファベット合わせる。ステップ2は針を合わせる。こんな感じでやっていくと、正しくチューニングができます。何度も言うですけども、ステップ1でアルファベット合わせることがすごく大事です。このアルファベットが、例えば今 E に合わせましたけども、F を表示して、ステップ2で針を合わせてもね、全く意味がないんですよ。なので、針を見る前に、まず必ずアルファベットをチェックしましょう。こんな感じです。6弦は E なので、これで OK。その次5弦に行きましょうか。5弦。5弦は A です。A。ダダーン。で、今合ってるので、アルファベットも針も合ってますけども、これがもし、下がっていたら、アルファベットは A, B, C, D, E, F, G で一周するので A よりも低くなると G になります。で、今 G って言われちゃってるから、それよりも上げて一周して A に戻してあげる。 A 来ました。そして針を真ん中に合わせてあげる。これで5弦のチューニングが OK です。4弦は D です。ちょっと上ですね。下げて合わせていきましょう。こんな感じです。で、今ちょっと僕、さりげなく今この気をつけてほしいことやったんですよ。気づきました。一つ覚えてほしいことがありまして、まずこのチューニングをしていくじゃないですか。こうやーつって、で、仮に例えば、予言の音は D なんですけれども、これがね E になってたと、行き過ぎて D シャープとか E になってた、ああこれはね、あの D よりも上だからちょっと下げなきゃと思ってこう下げていくじゃないですか。でこう下げて下げて下げて上からこう徐々に徐々に D になりました。その次ステップ2として針を真ん中に合わせます。 D にこう D にこう D にこう D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  これかなーって感じで、あった。こんな感じで上から合わせていくのですのは、実は、上から合わせていくのは実は NG なんですよ。これね、実はなしです。今、合いましたけども、実はこのね、ペグっていうところとか、このナットっていうところとか、このブリッジっていうところで、若干のたわみ、遊びが発生してしまっているので、ちょっとね、軽くね、このね、予言をね、引っ張ると、チューニングが下がってるんです。ちょっと見てみて。さっき合わせたけど、下がってるから。ほら。さっき真ん中の緑に合わせたんですけどね、ちょっと下がってるんですよ。こんな感じで、上に行き過ぎてしまったら、ちょっとね、多めに下げて、軽く弦を引っ張ってからチューニングをする。これをぜひ覚えておいてくださいませ。行き過ぎたら、ちょっと多めに戻して引っ張ってからチューニングをする。下から常に上げるように、下から常に上げてチューニングをするって感じですね。そうすると、しばらくこうね、弾いても、狂わずに演奏することができます。これ覚えててほしい一つのことでございます。上から合わせるんじゃなくて、下げて下げて多めに下げて下から合わせてチューニングをする。これぜひ覚えておいてくださいませ。で、他に2つぐらい、ちょっとねコツがあります。初心者の方が、やってしまいがちな、なんかチューニングの間違えたやり方じゃないんだけどね、ちょっとなんか惜しいやり方。次行きましょう。次3弦は G です。これちょっとずらしますね、わざと。今これ G やってるんですけども、ちょっと下げます。F シャープにします。今 G に合わせなきゃいけないところ F シャープってことは、これを上げなければいけないんだけども、初心者の方、こうやってしまいがちです。こんな感じで。ずっとこう連打していると、チューナーも、今何の音？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 って迷ってしまうので、一回弾いたら、伸ばしましょう。
で伸ばして、今これ合ってしまったけどちょっと今一回ずらしますね。今、F なのでステップ1でその G にします。まず G にします。 G にする。あ、 G になった。でここからあーって、まあ、消える瞬間が来るんですよね。消えたらもう一回弾いて音を伸ばしましょう。でこう伸びてる時に今だーって感じで、で消えたらもう一回弾いて今だー、はい、こんな感じ。つまりは何回も何回も連打しない。一回ボーンと鳴らしたらその伸びてる音でチューニングをして、で表示が消えてしまったらもう一回弾いてチューニングをする。消えてしまったらもう一回弾いてっていう感じでやっていきましょう。これいくつか理由があるんですけども、まずその一つの理由としては、連打しているとチューナーが何の音か分かんなくて、音がね、分かんなくて反応してくれないということになります。で、二つ目としては、このね、弦を弾いた瞬間ってちょっとね、音が上がっちゃうんですよ。音がピャンって上がって伸びている時に正しい音になるんです。なんでこの連打している時の音で合わせてしまうと、若干ねシャープって言い方をするんだけども、正しい音というよりもちょっと上の方に合ってしまうので、必ず連打をせずに伸びた状態で合わせるようにしていただけると良いかと思います。これが2つ目の気をつけるところです。3つ目いきましょう。次は2弦はですね B です。でこれもちょっと今合ってるんですけども、あえてずらしますね。下げます。 A シャープ、本当は B に合わせなきゃいけないんだけども、今 A シャープなんでちょっと上げて合わせていきます。でこの時に左手のこの回し方、ちょっとここですね、よく見てくださいませ。親指と人差し指でこの指先で持って、指先でぐるぐるって回すんじゃなくて、こんな感じ、ちょっと見せてくださいませ。指と親指と人差し指をこの固めて、この、ね、手ごと持っていくんです。手ごとこういう感じで、特にステップ1のこのアルファベットを合わせるときはまだいいんですけれども、ステップ2のこの針を真ん中に合わせるとき、ここですごいこれが大事になってきます。なんでかっていうと、指先の力だけでいくとすると行き過ぎるんですよ。硬いな、うわ回りすぎちゃったみたいな感じになってしまうんですよ。でもそうじゃなくて、親指と人差し指でこのねペグをグッと掴んだら、この指先を固めてこう手ごと回す、こういう感じで肘とか手首とかを使ってこの手を固定してこのまま回す。そうするとめちゃめちゃ微調整ができるようになります。めちゃめちゃ微調整。初心者の方の多くはですね、やっぱこう、下からこう上げて、うわ行き過ぎた、もうなんだよ、で上げて、行き過ぎた、うわなんだよってなっている方結構多いと思うんですけども、行き過ぎてしまう方は特に指先を固めて手で持っていくというやり方を、ぜひ覚えていただけたら幸いでございます。これが3つ目の、コツでございます。 OK、 いい感じ。これで2弦のチューニングが OK です。最後1弦いきましょう。1弦は E です。今これ合ってますけれども、ちょっとずらします。上げようかな。ああ、E よりも上だと。ああ、上行っちゃった。で、この場合は、ちょっと多めに下げて、軽く引っ張ってからチューニングをします。指を固めて、音を伸ばして、表示が消えたら、弦を鳴らしてあげて、OK。こんな感じです。で最後にちょっとまた一つ覚えていただきたいのが、四つ目のコツかな、覚えていただきたいのは、音を鳴らしっぱなしにしないということ。ちょっと悪くやるとこんな感じ。6弦合わせます。6弦合いました。で続き5弦、あれ鳴らないな。次、こんな感じで6弦の音、5弦の音、4弦の音、3弦の音、いろんな弦がこうバーンってなってしまっていると、チューナーもどれ聞いたらいいんだ、何の音だこれはって感じ、すごい迷ってしまうので、6弦をチューニングし終わったらしっかり止める。で無音の状態にして5弦を鳴らして、であったらしっかり止める。で4弦の音も同じように止める。こんな感じ、一本一本
チューニングを仕上げるようにすると、良いかと思います。その辺を踏まえると、まあ割とね、チューニングはすぐにこうサッとできるようになると思うんで、まあ、今よりも多分全然、このめんどくさくなく、チューニングができるようになるかと思います。そんなことをですね、ちょっとこの踏まえながら今後ですね、その積極的にチューニングをしていただけると、すごく嬉しいなと思います。いかがだったでしょうか。最後にちょっと、チューナーの種類の話をさせていただきたいんですけれども、チューナーの種類によっては、クロマチックモード C のクロマチックモード G のギターモード B のベースモード U のウクレレモード V のバイオリンモードみたいな感じでいろんなモードを選べる、チューナーも存在します。そういう時はですね、C のクロマチックでなれると良いかと思います。モードが選べるチューナーをお持ちの方は C のクロマチックモードでやっていただくと、さっきみたいな表示になるので、おすすめでございます。で、440っていうこの数字があるんですけれども、そこに見えますかね ?440。お持ちのチューナーで、僕がさっきおすすめしたその PC2 とかで440っていう表示がないものもあるんですけども、あるものもあります。この440ってのは何かと申しますと、その基準の音なんですよね。これちょっと喋り始めると少し長くなるので割愛しますけども、もう440固定です。ボタンをなんかゴニャゴニャゴニャって押してしまって、445とか、446とか、逆にその438とかの状態でこうね合わせてもね、実はこれね、チューニングがずれちゃってるんですよ。もう基準がずれちゃってるから。基本的に僕らが普通に一般的に弾くような曲っていうのは大体440でチューニングされてる曲がもうほぼほぼです。なのでチューナーを見た時に440、440以外の数字になっていたら、あ、いけねえいけねえみたいな感じで、まずそれを修正してからやっていただくと良いかと思います。そんな感じです。はい。まあ、だいぶ長くなってきましたけども、だいぶ、なんとなく私が伝えたいことは分かっていただけたかと思います。まあ、チューニング一つとってもですね、まあ結構めんどくせえな、みたいな気持ちもあると思うんですけれども、まあ最初だけですから、最初だけです。慣れてくるとね、ほんともうね、30秒ぐらいでペペッとできるようになると思うので、それまではですね、少し練習ということで、少し、この割り切ってやっていただけたらすごく嬉しいなと思います。そんな感じでございます。とりあえず今回の、動画は、エレキギターの教科書は、チューニングの方法ということでした。いかがだったでしょうか。意外と、そうなんだということもあったかと思います。そんなことも覚えていただきつつ、ぜひともですね、チューニング名人を目指していただけたら幸いでございます。それでは何かご感想とかご意見とかリクエストとかありましたら、ぜひコメント欄の方にベベッと、やっていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。そしてまだ他のギターの教科書、動画見たいなという方はですね、概要欄の方に一覧バーッと載せておきますので、よかったらそちらから気になるティップスをペッと見ていただけたら嬉しく思います。そんな感じで今日も終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでいたしましょう。さよならグッバイ。じゃあね。頑張ってね、チューニングか。チューニング頑張ってね。